中井くんが復帰してから、そうですね、いろいろと出て、世間一般というか、まあネットニュースなんかでも中井くんが復帰したとか元気になったとか、明るい話題が多いんですかね、中井くんに関してね。まあ、ただ僕的にはなんかどうなの、まだね、心配は心配ですけどね、そんなに簡単に、ね、あの痩せ具合を考えたら、本当にこんなに、たかだか2ヶ月ぐらいで完治するのかな、みたいなね。心配はありますけど、今日も出てたんですよ。キャスター中井にね、今日も中井くん出てて。島崎和歌子さんなんでね、気心知れた方がゲストなんで盛り上がってましたけど、今日の中井、キャスター中井に出演したと。体調不良による休養から全週に復帰して2度目の登場。昨日はあれか、金スマにも出てたんですよね。中井冒頭で、島崎さん、僕がお休みしている時来ていただいてと、ゲストのタレント島崎和歌子に呼びかけたと。島崎はもうびっくりしちゃったよ、急に休むから。めちゃくちゃ元気じゃんと、復帰に安堵した。なんか今日のキャスター中井に関しては、元気でしたね。前回サブについてた、サポートについてた、男性のアナウンサーの方もね、いなくなって、完全に中井さんが回す形に、撮ってたんで、体調は戻りつつあんのかななんていうふうに思ってんですよね。まあ、激痩せしたのも少しずつ戻ってきてるなってあるんですけど、ただね、まあ完璧ではない雰囲気はもちろんあるんですよね。中井が急に休んだのかな、この番組報道とかニュースとか情報とかと語ると、島崎はニュースは見ますよ、バラエティに出てますけど、バラエティの笑い方が最近わからない。なんでクズ芸人のゴールデンタイムで借金の話をしてるのか、そういう笑いが全くわからないと。中井が、そういう人生の人もいますよって、興味あるから、となだめると、島崎は、テレビは変わったね、おじさんとおばさんだもんね、と笑ったと。まあでも僕は、島崎さんの意見に同意ですね。ゴールデンタイムに出てね、クズ芸人がね、借金の話とかする必要は僕はあるのかな、と思いますけどね。なんかゴールデン番組はゴールデン帯にふさわしい人が出てほしいなと思いますけど。中井から年齢を聞かれたゲストの女優、大友花恋が、23歳です。私の両親もお二人と同級生ですと答えると、島崎は年取ったもんだね、めっちゃ可愛かったんだよ、と昔を思い出し、しみじみ、中井は可愛かったね、と笑ったと。まあ確かにこのキャスター中井ってね、昭和レトロのね、コーナーが、後半あるんですよね。何が流行ってたかとか、昭和何年に何が流行ったとか、歌とかゲームとか、まあだからそこら辺は中井さん世代とか、まあ僕もね、結局スマップがデビューした頃とかなんとなく覚えてますしね。まあやっぱ売れるまで多少時間かかったってイメージは僕の中にあったんですよね。まあ一番覚えてるのは夢がもりもりですかね。それ前の番組が夢で会えたらだったんですよね。夢で会えたらがもう伝説のコント番組なんで、ダウンタウンうっちゃんなんちゃん、野沢直子、清水美智子っていうね、最高に面白い番組だったんですけど、あれが終わって夢がモリモリになったじゃないですか。夢は繋がってるんですけど、夢で会えたら夢がモリモリ。で、森っていう名前を、にしてんですよね。だから森口博子とか、森脇健児とか。スマップも森くんが当時いたので、夢が森森っていうことなんですけど、いや、あの変わり具合に僕は愕然と当時はした覚えがありますけどね。まあまあ、それはいいとして、中井くんね、ちょっと僕は今日見てて思ったのが、前回はあんま気にならなかったんですけど、今日髪が薄かったんですよ。抜けてたって感じですかね。だから多分もしかしたら、休んでる間にメンテナンスして、まあ植えたのかね、なんか植毛したのかちょっとわかんないですけど、整えては来たんですよ、出始めに。でも、あれどうなんですかね、後遺症で抜けてんのか、もともと薄いのか、ちょっと判断にはしづらいですが、前髪、特にここら辺ですかね、ここら辺が目立ってましたかね。頭もこう下げるシーンも何回かあって、まあまあ面白くさせるために頭下げるシーンあったんですけど、ちょっと見ててね、あ、ちょっと痛々しい感じがあるぐらいのまだらさだったのと、テレビで見てあれぐらいまだらなの結構厳しいなと思ったんですよ。直で見たら結構あるんじゃないのかなと。前髪のあたり、ここら辺一帯は無理やりなんか立たせて、こう、いろいろ毛量をヘアメイクさんが、なんとか散りばめた感があったんですが、ちょっとその、でも本数とかが足りてないみたいな感じが
あったんですよ。そうですね。髪質もちょっとね、うん、なんか、そうですね。自然じゃなかったんで、ま、前回も、確かちょっと生え際がおかしかったんで、前回復帰した時も生え際がね、違和感はあったんですよ。違うなーなんていう風に見てたんだけど、でも揃ってたんで、毛の量は揃ってたんで、あ、ちょっとメンテはしたんだなと思ったんだけど、まあ、早い期間に結構メンテも追いつかないぐらい抜けちゃったなーっていう感じが今日はしてましたね。もしかしたらだからこれが、抗がん剤とかの後遺症なのかなーとか、まあ、ただ昔から中井くんってズラ説とかも出てきてるぐらい薄いっていう話もあるので、まあ、それが出てんのかなーとかちょっとわかんないんですが、今日感じたのは、なんか中井くん結構、今日は薄かったなっていう、抜けてたなって感じがあったって話ですね。